ちょっと待って、はい、もう準備してらっしゃるんですけど、はい、ちょっと待って何持ってんのもう本当にじゃあ呼んでいただいていいですか、はい、最終回のゲストはこの方です。村西徹監督です。よろしくお願いします。じゃあ坂上さん自己紹介いいでしょうか。はい、カメラどちら。はい、お待たせいたしましたお待たせしすぎたかもしれません。昭和最後のエレゴ都市、村西徹でございます。ナイスですね。どうも失礼いたします本日はね、はい、坂上さんがね、はい、お誕生日なんでね、はい、まあ、これはね、はい、ナイスカップって言うんですよね。私が7000人の女性経験をベースにして作り上げた、はい、最強の気持ちのいい女性の秘密兵器ね、はい、秘密基地なんです。秘密基地ね、はい、これをねちょっとね差し上げたいと思う。スタッフの皆さんも差し上げますよ、ね、はい、あのね、ありがとうございます。差し上げます。ありがとうございます。これね皆さんの数だけ持ってきてますからね。ありがとうございます。おめでとうございます。ちょっと待って、ちょっと待って、え、今のところも全カット。いや今のは使えますけど、うん、ただ坂上さん、はい、もう今日のはまあ、いろんな方にかなりお叱りを食らったまあね、だいたい9割はいカット、はい、9割カットと。何のために私はここで仕事に来てるの今村西さんは現役の AV 監督。そういうことです。あ、もう現役。現役で。え、村西さん失礼ですけどおいくつですか。74歳で立つんですか。まあそれなりにね。それなりに、うん、はい。もうご自身はそのプレイヤーとしてではなく監督オンリーで。あ、監督オンリーなんですか。監督オンリーですけど、まあ、ですけどいじったり舐めたりね、ふかしたりはしてますよ。いじったり舐めたりふかしたり、はい、これをね、はい、でもそんな村西さんのデマ投稿ですか。デマかどうかも含めて審議していただくんですけど、はいはい、村西徹の今の奥さんは50億円もの借金を抱えてダイヤモンド映像を倒産させ、どんどん人が離れていく中、意外なことにその後も村西徹さんから離れず人生のどん底の時期だった1994年に結婚したらしい。どうなんですか。あ、それはそうですね、彼女は私のところの専属女優でしたけどね。で、まあ、あの倒産してしまうとね、はい、あっという間にね監督命でございますとかね一生ついていきますとかって言っててもね、うんうん、ある日突然みんなねもうネズミがね船の沈むのを気配を感じたらいなくなっちゃうように誰もいなくなっちゃうんです、うん、彼女だけはね、うん、私は運命に逆らわない生き方をしたいからって言って残ったの。へー、ね、で、まあ、彼女は私のなんどういうことか私の子供を欲しがってね、あるしね、あの安全だから安全だからって言ってね、はい、あのいたしたわけですよ、はいはい、ね、で、まあ、当然仲なしになっちゃうんだけど、はい、ね、はい、そしたらね終わったらねパッとそこ見たらね壁でね逆立ちしてんですよ。出た、ね、いや逆立ちしてんの、はいね、はい、それを見てあそこまで子供欲しい、俺の子供をね、はい、俺みたいな人間のと思って感動しましたね。へー、だからね、いたした時に仲立ちをさせて、はい、これはと思ってる男を狙っていたら皆さんね逆立ち分かりましたね逆立ちいいよこれ。逆立ちはね坂上さん聞くんですよ、はい、逆立ち。いや本当なんですかあれ。いやそれはどうか、でも妊娠しましたからね本人は。あ、だからそのそういうような気持ちがいじらしいじゃありませんか。もうそうです ね、これでもやっぱり監督のそういうプライベートって結構謎なんですよね。そんな噂があるんですけど、はい、ここからです、ね、村西徹の息子が南関市立小学校に合格した、それ事実なんですか。あ、そうです、あのねなかなかそこで入れないの、はい、ね、私の時もねだいたい4500人ぐらい受験したんですよ、はい、でそれで合格者当時はね100人ぐらいしか入れない、難関なんですよ、なかなか入れない、はい、そこにねたまたまそのうちの息子が入ったの、はい、合格したの、そしたらメディアでも大きく取り上げられてね、いろいろなお仕事の話が来ましたけど、はい、これは息子のことでね、うん、世の中に出てね飯を食うわけいかないということ、うん、一切そのことについてはお答えすることもなく今日に来てるんですけどね。あ、そうなんですか、うん、息子さんおいくつぐらいなんですか。27ですね。あ、まだそんな若いんだ。え、失礼ですけどどんなお仕事を使われてるんですか。ある、まあ、大手のところでね超有名企業だと、うん、
働いてます。大学時代もすごかったですねここはねもうそれは申し上げられないんだけど、そういうことです。そういうことです、ええ、いやっていうか僕監督のなんかそんな顔あんま見たことない。結構ちょっとあんまり話したくないことなんでしょうね。いやいや、それはね、なんか パパの顔になってちょっと、ね、だって急に足組み始めたからなんか全然監督っぽくない。それはね、はい、迷惑かけちゃう。まあそうですよね、こういうネットの、はい、社会だからね、はい、もう一個だけ聞いていいですか、はい、どんなパパであろうとしてたの。私はね、 YouTube で見られるのはここまでです。アベマならデマ投稿を許さないを最初から最後まで存分にお楽しみいただけます。続きはアベマでご覧ください。